込むしかないか。そうですね。まあ、まあ、タイトルの通り、はい、大事な仲間と今日でお別れということで、はい、もう初期からずっと一緒にやってきたからね。まあ、もうこのメンバーを見てくれればわかるんですけど、はい、アイコン変わります。リアルに 5分はやってるんで , 笑うの笑いすぎて5分経ってる。こらえんの大変だよマジで。もうやばいよ。はい、ということで、はい、まあ、我々皆さんも知っての通り、はい、YouTube の規制が厳しくなって今修正段階みたいで、あの時期本当にベストとかまだできてないみたいで、なんで厳しくなっちゃってたみたいで、はいはいはい、あ、 YouTube だ。そう、あ、それでまあ皆さんね、覚えてたり、僕たちアカウントで消されたんですけど、そうだね。その時の登録者がね、だいたいね36万人。僕たち YouTube 今多分3年半とか4年とかなんですけど、まあ、ようやくね過去の我々に打ち勝つ日が来たと。いやー、あの日からもうチーム一丸となってもう頑張るぞと、やるしかねえってなって、はい、3年かかっていった登録者をなんと皆さんのおかげもありまして、はい、半年しかじゃないですか。すごいよ、やばい、これすごいぞ、素晴らしいです。すごい、えぐいね。ありがたいことだ。ということで皆さんのおかげで、はい、いろんな方が見ていただきまして、結構幅も広くて、視聴者もイベントとかもそうですし、まあ、いろんなね幸せをねもらっているというか、はい、まあ、その分僕たちも頑張ってなんか皆さんが楽しんでもらえるような動画を作っているんですけれども、前回のチャンネル登録者数を超えたタイミングでちょっとアイコンをね変えようと、おーおーおーと思ってまして、もうそのアイコンができております。おお、この動画が上がって、まあ、次の日のね昼ぐらいからアイコン変えようかなと思うんですけど、はい、そのアイコンがこちらです。バス、うわーい、超かわいい。めちゃくちゃもういろんなお願いを聞いてもらってプロの方に作ってもらったんですけれども、かわいい、ジャケットのキャラ。もともとこっちを先にやってもらおうとしてて、はいはいはい、僕が初めて YouTube やった時にふざけて適当にドナルドっぽいキャラを描いてはいはい、はい、それがもう定着して、ホラーナイトとか心霊系めちゃくちゃいろんな方に応援してもらっているということで、はい、ちょっとお化けチックな感じにこの ST ダックをやってもらいます。めちゃめちゃかわいい。これ ST だ、かわいい。野球のバット持ってるあたりかわいいよな。でスポーツも結構いろんな方に見てもらってるので、ね、野球のバット、おお、 YouTube チャンネルとかいろいろ書いてあるんですけど、うんうん、あ、この文字をプロの、ね、ディズニーフォントにやってもらった。おお、ディズニーっぽさもあり。でフォントもちょっとなんかドロドロしたホラーチックな感じにしてもらったっていう。センスの塊です。正義の絵がこんなになるの、こんなになってる。まだいろいろありまして、サブチャンネルもあります。うわ、おお、色が見てると思う。サブチャンネルかわいい、色がちょっと違う。で、なんとゲームチャンネルも変わります。かわいい、ゲーム持ってる、ありがとうございます。うわ、ゲーム超かわいい。ということで、まあ、この度ね、はい、皆さんの本当におかげ、おかげさまで超えたということで、アイコン新しくしようと報告でございました。ありがとうございます。ありがとうございます。あと、あれも買ったね、エスティナの後ろの背景、チャンネルアートね、 あ、うん、あれもそうで、ちょっとホラーチックになってるんです。あー、まあね、今本当に勢いがすごくて、はい、皆さんのおかげなんですけど、いや、まあ、それで50万はもうザラに見えてきたというか、うん、もう目の前でカッと行きまして、100万人ザーン行って、よりいろんなことを幅広く、ね、皆さんと一緒にやっていければなと思いますので、これからも応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでね、まあ、歌なりイベントなり、はい、グッズなり、まあ、いろいろありますので、ちょっとね、そこでいろいろとガチガチに羽ばたいて、一緒に皆さんも夢を叶えていければなと思います。よし、これからもさらにどんどんスケールアップして、大きな企画とかね、もっと怖いやつとか、ワクワクをね、皆さんに届けていきましょう。届けましょう。ということで、より一層ね、ST スタジオ気合い入れて突き進んでいきますので、これからも何卒よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイ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 。お世話になりました。はい、今日でお別れということで、はい、もう初期からずっと一緒にやってきたからね。もうそういうのいいって。
って信じたってどうせ恋なんてこの一歩が踏み出せない